茶茶様、どうかなさいましたか。ご気分が優れないご様子ですが。陰口になど慣れているつもりでしたが、少々答えました。お、茶茶様、何が。あの侍女は召し放ちました、茶茶様。三成殿、一体何があったのですか。豊臣の家臣としてふさわしからぬものを処分しただけだ。噂する者がいたのです。秀吉様の死を私が内心喜んでいるのではないかと。なんということ。腹を立てる価値もない雑言だ、バカバカしい。三成殿。けれど私はそのように思われても仕方がないのかもしれません。茶茶様、それはありえない。あなたの誇りがそのようなことを許すはずがない。三成。このようなことで心を煩わせるのは時間の無駄です。早々にお忘れになるよう。少し驚きました。はい、少し嬉しいです。はい、私も同感です。